子供の子育て自己肯定感が高まる。はい、子供のまーちゃんです。前回絵本を読めばたった3週間で自己肯定感がアップするというところをお伝えしました。今日は新たに、読み聞かせに適した絵本の選び方ということをお伝えしていこうと思います。では始めます。読むべき絵本を選ぶための7つのポイントというのがあります。ではこれからですね、絵本の選び方を紹介します。選ぶポイントは7つあるそうです。1つは絵本を見るだけでストーリー展開がわかる絵本を選びましょう。はい。2つ目、読み始めは生活絵本を選びましょう。で、3つ目は対象年齢は気にせずに子供に合った絵本を選びましょうと。で、4つ目、リズム感のある絵本を選びましょう。で、5つ目、喜怒哀楽の感情に訴える絵本を読みましょうと。これ選びましょうですね。で、6つ目、今も昔も未来も男女の性別も超えた体験ができる絵本を選びましょうと。で、7つ目、芸術も体験できる絵本を選びましょうというこの7つですね。はい。絵を見るだけでストーリーがわかる。ね。読み始めは生活の絵本。年齢対象は気にせず子供に合った絵本。で、リズム感のある絵本。で、喜怒哀楽の感情に訴える絵本。今も昔も未来も男女の性別を超えた体験ができる絵本。で、芸術も体験できる絵本ということで、この7つですね。ではなぜ、この7つなのかということを解説していきます。最初の絵を見るだけでストーリー展開がわかる絵本ということですが、これは子供は感覚や感情、イメージを司る右脳が優位なので、絵を見て、イメージすることで文章も理解ができ、思考力や読解力がついていきます。で、子供は五感が敏感ですので、絵全体を一瞬でイメージして捉えます。大人たちには気づかないようなところに気がつくし、想像力もどんどん広がるそうです。また、絵のページと文章の内容が合っているものを選んでくださいと。絵と内容のつじつまが合っていないと子供が混乱します。例えば、グリム童話の狼と7匹の子ヤギの絵本で、狼に食べられる前の絵に、狼に食べられたと書かれていたりするものがありましたと。そうすると、絵が与えるイメージと内容が一致しないため、子供が興味を持たなかったり、楽しめなかったりと集中できない原因にもなるそうです。で、2つ目、読み始めは生活絵本を選びましょうということで、例えば果物などの絵本ですね。身近なものを取り上げた絵本は乳幼児がよく反応しますと。まだ何も知識がない赤ちゃんは、親がリンゴは赤いね、リンゴはシャキシャキだね、リンゴは甘いね、リンゴは丸いねと言葉で伝えることで、リンゴという存在を認識していきます。そして絵本で見る果物をスーパーで実際見つけた時の感動をしっかり受け止めてあげましょう。
わあ、本当リンゴだね。絵本で見たね。などと一緒に感じてあげてくださいね。子供にとって本物のリンゴはまるであなたが大好きなアイドルやタレントとばったり出会ったぐらいの感動を与えるそうです。この時子供の脳の神経細胞のネットワークがつながっているのです。シナプスですね。また子供が嫌がる生活習慣に困っているママも多いようですね。例えば歯磨きやトイレトレーニングやお風呂もそうですね。歯を楽しく磨く、お風呂に楽しく入る、トイレとトレーニングを成功させる絵本を読むことで、子供は絵でイメージすることができます。ああ、いいですね。また、何度も繰り返し読み聞かせることで、自分もできるという疑似体験をしますので、実際やるときも楽しくスムーズにできるようになりますと。ただし、1回、2回では成功しませんので、すぐに結果を求めず、あくまでも楽しみながら絵本を読んであげてくださいということですね。3つ目、対象年齢は気にせずに子供に合った本を選びましょうと。これは絵本に慣れていること、慣れていない子では集中できる時間が異なってきます。その子が心から楽しめる絵本を選びましょうということです。親はどちらかというと、絵本を、知識を先取りたいという年齢より上の年齢対象の絵本を選びがちですが、絵本になれるまではまず楽しめることを優先し、対象年齢は気にせず絵本を選んでくださいと。例えば5歳のお子さんでも、これまでほとんど絵本の読み聞かせの習慣がなかった場合は、1分以内に読み終わる絵本やリズム感の絵、繰り返しの言葉の絵本などを選びましょうと。1回1回よく聞けていたね、集中していたねと声をかけます。そうすると次第に長い絵本も楽しめるようになります。大切なことは、子供が絵本を楽しいものと感じてくれることです。子供は楽しいと思うことにしか集中しません。そうですね、まーちゃんもそうです。リズム感がある絵本を選びましょうと。子供は音楽に合わせて飛んだり跳ねたりすることがよく大好きですね。よくやってますね。韻を踏んだり繰り返すようなリズム感のあるフレーズは心地よいので、子供に安心感を与えます。子供は何度も繰り返し体験することで身体的感覚も身につけていくことができますと。これはなんかお経みたいなものなのかな。中でも絵本にたくさん出てくる擬音表現、擬似表現であるオノマトペはイメージを広げることができます。ある書道の先生はお子さんに払って止めてと技法を伝えることにより、さ、しゅ、ぽんなどオノマトペで表現した方がお子さんたちの字が上手に書けるようになると言っていました。このようにオノマトペは言葉は身体や脳に良い影響を与えます。また表現する力もオノマトペを使うことで養われ、感性や個性が豊かな子に育ちますということでした。これでちょっとイメだって今思い浮かべましたけど、長嶋茂雄さんですね、茂雄監督。
あれですよね。よく松井選手に、ここでシュッ、ここでバーンとか、こうね、擬音を結構使いますよね。これってもしかしてこのことに近いのかもしれませんね。そうすると逆にわからないようでイメージがつくっていうことなのかもしれませんね。なるほど。理論より体験しながらの感覚を養わせようとしているのかもしれないですね。なるほど。で、5つ目、喜怒哀楽の感情に訴える絵本を読みましょうと。人間の感情はすべて大切です。悲しさ、怒ることも大切な感情です。すべての感情を味わうからこそ、人の心が分かり共感できる人に育ちます。悲しい内容だから、などと避けずに、いろいろな感情が体験できる、さまざまな内容の絵本を選びましょうと。今も昔も、未来も、男女の性別も超えた体験ができる絵本を選びましょうと。男の子だから車の絵本、女の子だからケーキの絵本などと制限せず、さまざまなジャンルの絵本を選んであげてください。絵本の醍醐味は、過去も未来も、海の中でも宇宙でも、イケてお侍さんにも魔法使いにも小人にもなれることです。主人公ですからね。絵本を通してたくさんの疑似体験をすることで、子供は自分の興味や関心のあることを見つけてく、ることができるようになりますと。ああ、面白いですね。まあ、ちなみにまーちゃんの子供は女の子ですけど、あれですね、ショベルカーとか、大好きで、そういえばね、この前本買った時は、車とか、車、機械とかの絵本を買ってあげましたね。なんで、この子が、そういう、ショベルカーがかっこいいとかってそういうふうに思うんでしょうね。不思議ですね。ある、職場の近くに子供とお母さんがいて、いつもいますねってたまたま偶然話しかけたら、いやー男の子でしたけど、いやこの子がねって、大きいバスがすごい好きで、要は子供が何ですか、幼稚園の送り迎えの送迎バスですね。そういうバスとか、まあトラックでもいいですけど、大きいものが好きで、それを見学じゃないけど、こう道路に出て見るのに付き合ってっていうことで、外に出て見ているという不思議なお話がありましたね。だから子供にとって何、そこはまあ本人じゃないとわからない部分があるので、そこら辺はね、受け止めてあげるっていうことが大事なのかもしれませんね。7つ目、ヘイって芸術も体験できる絵本を選びましょう。はい、絵本は本の中で一番芸術性が高いと思っていますと。著者はね、少ないページ数の中で作家が伝えたいイメージを、メッセージを美しい絵と厳選した文章で伝えるために1ページ1ページ工夫を凝らしています。まさに芸術作品だと言えるでしょう。絵本を選ぶときは値段ではなく、自分が好きだなと思った絵の作品を手に取ってください。感性を育てる芸術作品のように絵本を選んでほしいと思っていますっていうことでした。あとでね、絵本ですね、
一応こう年齢層に合った絵本のご紹介をします。ただその中でもね、その年齢イコールその絵本ということではないということでね、例えば2歳の子が5歳の絵本これいいなとかっていうこともあるかもしれませんので、そういうのをね体験、選んであげてください。はい、ということでこれ最後にですね、エピソードということで、絵本で表現力を学び日記の得意に、はい、毎日の絵本を読み聞かせの中でオノマトペをよく使っているので、小一の子息子はとても表現力があります。動物園で見たペンギンのパレードをペンギンのちょぼちょぼ歩きが可愛かったですと表現したり、明日は遠足だと思うと心がダンスしています、いや椎茸はトゥルンとしているねなど、日記に先生からいつも花丸をつけてもらう息子。お自慢してきた。すっかり日記を書くことが大好きになりました。絵本をたくさん読み聞かせたことで、以前に絵本で読んだ表現を日常に取り入れられるようになったようです。表現力が豊かだということは、その子の個性や感情が上手に表現できるということなんだなぁと実感しましたと。絵本を通じて自分の気持ちを上手に表現する方法が自然に学べたようですということでしたね。なるほど。絵本の力って結構、でもそうですよね。うん。親が見本となって、子供の見本となってね、それを見た子供が大人になっていくにつれてこう似てくるっていうのはそういうところなのかもしれませんね。うん。逆に反面教師でね、私の父を見て私は反面教師で育ちましたしね。そういう意味では絵本って一番こう今の時代で言えば、なんだろう、 4G かな、なんかね、脳だけが、今内閣でやってますけど、脳だけがこうね、その世界に入るって、マトリックスの映画のようにその世界に入って自分が主人公で、でそういう世界の中でこう楽しむっていうようなことがこの絵本でできるということですね。ちょっと深いですね。ちょっと私もまーちゃんも初めてなるほどなということが分かりました。はい、では今日はここまでにいたします。また、これですね、ちょっと聞き直してですね、またこうそれをヒントにお子さんに、本を一緒に行って買ってあげてみてください。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。